아, 좀 힘내요. さあ、参りましょう。ランペローシャン。マリオロボット。さあ、まず駒を貯めて。空中下入らず。上投げ。空中下。空中上まで繋いで2回目入らず。空中に取られるかな。結構マリオのコンボ入れやすい。やっぱロボットの体勢だったり、まあ、人体が大きいっていうのもあって、かなりコンボ入れやすいから。こういう感じで。取りやすいです。なおかつ、マリオの飛び道具も跳ね返してるから。そうですね。ちょっと出しにくいかなっていうイメージはあるんですけど、まあでもどうだろう、出しにくい、まあ他のキャラに比べたら出しにくいかなぐらいの。先ほどから空中へ、ちょっと今のコマは逆にいらなかったですね。空中下、先ほどから出していただくジャンプ下投げ、あ、これ空中下で、ね、まだ撃出しない、なんと回避ここから、おっとキャッチしていく、後ろに取られる、上スマッシュ、怖い怖い、まあ、当たったらどうなんですかね。あーどうだろう、補正あるからちょっと怪しい。そうですね、うまい、空中ショー、このまま避けての空中ショー、さあ掴み入るぞ、ジャックを弱で返す。さて下投げ、行きよう行きよう、さあこれは空中前ちょっと判定しちゃったかな、空中へ撃墜、飛びすぎ、多分デッキ取り変化のミスだと思うんですけど、飛びすぎ、それにしても飛びすぎ、それにしてもそれさて上投げから空中へ、ちょっとずつ大沢さんが流れを取り戻したんですけど、マリアのコンボがまた入ってしまう。そうですね、ロボットでかい、重い、ジャクジャク、先ほどから空中へ、メテオンですね、今のはもうすぐ出さない時点で大体メテオン、おお空中下飛ぶ、なんか出た、でもあれ意外と、おっと上スマッシュ、あの横尾意外と取りにくいんですよね、反撃、ジャクジャク、これはちょっと分かんなくなるんで、よ空中下ベクトルはしっかりと、怪しい、 下投げ、結構飛ぶ、補正がかかってるから、うわ当たれば、おお、うまい、下スマッシュ撃墜せず 164%、 おお怖い怖い怖い、空中へ帰ってこれる、あベースは狙ってそう、空中下掴んで後ろ投げ、まだ撃墜せず、下にベクトル変更をしています、内側だと上に行くとする可能性がある、そうです、空中へ、ほら上スマッシュですね、もう怪しいぞ、さすがに、さすがに、まあそこはみんな上スマッシュ分かってた、みんな上スマッシュ、あランペルさんももちろん、うん、ランペルさんももちろんあそこ上スマは分かってたでしょうからね、まあ、王者さんとしてはさすがにあれそこ狙うしかない、そうですね、あだんだん目が冴えてきた、目覚めてきた、レッドブル効果、レッドブル効果、レッドブル、レッドブル最高、レッドブル最高、皆さんレッドブル飲みましょう、ロボットの宣伝、宣伝やった、ジャック入って、藤井さんつかみ入らず、下京下がマリオの攻撃早い、出してから出てを狙う、コマ下、コマ下級していく、それで旋回して掴みに行くが空中空が当たる、空中前からコマ回避に刺さって掴んでいる、回避見ている、空中上で 71%、 本当にスーパー調べ出てますね、出てますね、2日連続でありますね、ランペルさんがどうやって帰ってきたか俺は知らないんですけど、王者は車で帰ってきましたからね、昨日の4時半頃こっちに到着しました、下から下投げ、空中前は入らず、で今日回避、今空中へ振りたかったな、空
右下まで回れたらちょっと怖いですね。そうですね、上スマッシュ、これを受けて下スマッシュ、空中前、これは受け身取るぜ。受け身取り狙っていく、もう食べて、空中ニュートラル掴んで、下投げから空中下入らず下強回り込んで横強掴んで、下投げから空中前は入らずしっかり避けている。ヒロスマも両方出てたかな、ナンプルさんも行ったかな、多分エニウェアの方々のこれは宇宙した暴れ、なんで宇宙だけ、これは激つい、思うですけどさすがにこれは高くなるパーク買わないですね、かわいそうなロボット。チェック宇宙後ろから空中前掴んで下投げ空中へ、さっき 14%、 おお危ない危ない、おっと危ない危ない、あーコーマ釣りコーマ強め取ったな、オーシャンロボット。さあ3問目、回線のやつ俺対提供。さあ3本目先導、3、2、1、GO。 さあコマ食べて空中ドラル、これはしっかりガードして下球入らず、さあコマを駒、奪って投げて返していく、空中しろ下強から、掴みに行くが、掴みに行く空中下から、掴んでいる空中へ入って、空中しろ、空中しろ、一気に入る、74%。 下強、下強その前は、広島も両方いる漏れなく俺たちもいたわけですけどね、俺らもいたわけですけどね空中した空中へ、大社さんがだいぶ苦しくなってきた、投げ空中へ。さあしかしマリオ撃墜技がなかなか当てづらいキャラですで、さあこうやってどんどん追いつかれていく、ジャクジャク空中前からほら引き上がりに空中に出さまらず掴んでいる、これは空中でまだ大丈夫、空中後ろでまだ重い、空中、うおうまい、ああ普通に降りてきた、いやなんか燃料切れだったんじゃないですか、スマッシュ狙う、投げ空中へ、あこれは補正がなくなった分確定してますね後ろ空中へ入らず、空中後ろから空中後ろ1回目入らず、もうおいで、駒がいやらしい位置にある、で5強先ガードする、しっかり避けて空中ニュートラル、空中へ空中へ、これ一旦上に逃げて回避をしっかり見て空中しろ、着入れて 102%。 さあこれはドア上がっていく、横スマッシュ、怖っ掴み入らない、逆に掴まれて空中へからマントを狙っていく、
ここは行ったりで宇宙に取られるから、さあウエストマス狙う、弱相手 120%。 さあ今外に転がったらウエストマス飛んできましたね。コマからおっと後ろ投げ、この撃退しないがそろそろ危ない。よし、これ当たってマジか、あーすまん、勝ったな、ランペルマリオ。3回目出して崖登るのはいい選択だったんですけどね。そうですね、最後、まあ、ついにベースマンが刺さった。